はい、イベント結果です。はい、こちゃねです。よろしくお願いします。はい、結果いきます。はい、あ、引く引く、俺引く、嘘、そんな、あ、そうか、そうか、最終日だもんねはい、ということで、累計イベントポイント4,092ポイントで、累計、観客動員数はこれ、何もこれ262万5,238人、ハイスコアランキング21,141位ということで、はい、報酬全部受け取りました。おめでとうございます。パチパチパチということでね、はい、ポイント達成と動員数はね、最後まで行きました。はい、まあやっぱ動員数はね、動画にも多分ちょっと上げたと思うんですけれども、やっぱりそのプロデュース方針大きいなと思いましたね。めっちゃ早く終わりましたね。だってこれ結構プラス60万人ぐらい増えてると思うので、いや動員数本当に楽だなと思いました。で、この動員数がやっぱりちゃんとマックスまでいったよっていうところで、まあこの達成ポイントの方もちょっとモチベーションも上がったから、最後まで来たのかなと思いますね。まあまあ、だから結構やったんじゃないですか。結構やりましたよ。結構やったっていうか、このやりごたえありましたね。めちゃくちゃ走った感は全くないんですよ。ないんですけども、でもやりごたえはあったかな。まあこれも全部プロデュース方針がね、変わったおかげでね、てか追加されたおかげで、まあこうなったのと。で、まあ僕はその経験値をね、2倍にしてるっていうのもあるので、まあそのランクも上がりやすく、レベルがね、上がれれば経験値も回復するので、その分でまたバーッと消費したりすることもできるというところで、まあやっぱりね、楽しくね、できたんじゃないかなとは思いますね。まあハイスコアの方はね、最終日ですね、最終日に、の、いつ、あれ、最終日のお昼ぐらいにやりました。やべえ、やってねえと思って、ファーってやって、あ、無理ですって言って、諦めました。まあでも一応どうとろなんでね。まあ、ええかなという感じでございまして、まあね、僕のイベント結果はこんな感じでございました。まあ、バレーのどんなんでね、そのイベントランキング、そのハイスコアはありますけどね、まあ、イベントランキングはないのでね、まあ、まったりとできるので、まあ、パレードであったり、カーニバルか、の2つはね、やっぱりそのランキングを競うことじゃないので、まあ、まったりまったりと、ゆったりとできるのでね、まあ、そういう意味ではね、気楽に僕はできたんじゃないかなと思いますね。で、次何？どっちだったっけ？キャラバンスシロー、どっちだったっけ？出てた！お知らせ来てたけど忘れた。まあ次はね、いつも通り来ますのでね。まあその期間は僕はね、いつも通りの放置をしながらね、100曲クリアの楽曲を増やしていこうかなと思っております。ということで、それではですね、2人とも、スタラン15にできると思いますので、スタラン15にしていこうぜ。OK、確かレベルも上げてるから、まずじゃあナタリアさんを、確かね、一応15になるように受け取ってきたんで、大丈夫だと思いますね、これでね。いやー、まあ最近結構スタラン15にちゃんとやってるような気がしますよね。結構ちゃんとできてるかなと。まあでも言うて、まあでもそうか。まあでも1万以内入らないと15になれないっていうところがあるので、まあ微妙ですけども。まあ結構ね、15に持っていってるとね、まあどっかで活躍するんですよね。まあまあカーニバルかな、一番は。カーニバルとかの時に、スタランが高い方が、みたいなところでね、意外と活躍するというところが多いので、本当にね、まあ、なるべくちゃんとやっておきたいなということで。ただ僕ね、15以外はね、上げてないんですよ。なので、基本的に2万以内とかランキングに入ると、スタラン8とかでしたっけのアイドルがゲットできるじゃないですか。で、残りの分とかを、合成させると、まあ、大体13とか14になるんですかぐらいになると思うんですけども、まあ、その場合僕もね、1のやつで放置してるんですよ。で、8とかのアイドルたちは全員プレゼントボックスに放置してるので、見てもらったら分かると思うんですけども、恒例の、プレゼントボックスですね。これでね、そうですね、こことか多分、次のこの辺で、アイドルで見えるか。こうすればね、ほら、こことか8とかですからね。8とかになってますし。んで、ここはまああれか。あれなんでいいんですけど、ランキングとかの方の、この辺もね、多分、あ、ここはあれか。スタラン15にできたからいいのか。でも、こことか8とかね。そんな感じになってるので、
15年できてないんですよ。15年できてないアイドルは僕全くもう受け取らずにね、まあ受け取ってるんですけど、1タラン1でやつだけ受け取って特訓だけさせてを持っているみたいな感じなんで、まあやっぱりね、僕のこのプレゼントボックスはもうほぼアイドルで埋め尽くされてると言っても過言ではない。この辺とか見たらね、特にそんな感じですけども、まあね、そんな感じで、何ですか、イベント結果とね、スタラン15無事にねやることができました。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、それではですね、この後あれですね、マニーショップでガシャチケットが3倍確か購入できたと思うんですけども、そのガシャチケットを使って、もうそのあれかマニーショップでガシャチケットが販売された時にもう速攻引いてる動画がね、確かあったので、それをね最後におまけとして引っ付けて終わりたいと思います。それでは、ご覧ください。お疲れ様でした。おやすみ、バイバイ。我慢できないおじさん、我慢ができないぜ。私我慢ができません。おい引かしてくれ、もっと。いやー無理や、嫌だ、勘弁して。楽しく行こうじゃないか。ドゥフォーグォーウィヤーバババババウィーウグウギー。